吉町は東京都中央区日本橋人形町の旧町名、花町、吉町とも表記する。吉町を含む現在の日本橋人形町周辺はかつて元吉原と呼ばれる有利が設置され繁栄を極めていた。しかし、江戸地域の拡大や1657年の明暦の大化により遊郭は浅草に移転し、元吉原は死傷屈となった。 中村座をはじめ歌舞伎の芝居小屋も立ち並ぶようになった。それに随時して、影魔茶屋が生まれ、和歌手と呼ばれる10代から20代初頭の少年が客を取るようになり始めた。当時の役者は談笑を兼ねていた。それが、後の吉町花町の始まりであった。天保12年、中村座の消失で芝居小屋群は、浅草の猿若町に移転し、その後の天保の改革で、 江戸市中の丘場所が取り潰され、深川から逃れてきた芸儀が移り住み、吉町は芸儀の花町となった。幕末には二十四人の芸儀がいたといい、柳橋と霊源島の両下街の間に挟まって押され、気味だったが、明治初期に隣接の柿柄町が米国相場の町となって、以来、河川活気を帯びた。明治、大正、昭和にかけて繁栄を極め、 日本で最初の女優となった川上貞役や子や芸儀から歌手に転向した翔太郎ら名義を輩出した。大正期には白首と呼ばれる師匠が登場し、柿柄町周辺で客を取り風紀を乱していた。昭和初期には柳橋と霊源島を合わせても及ばないほど繁栄し、沖屋が240軒、芸儀700人を数え、待合は140軒弱、料理屋は5。 6件あり、その大半は、柿柄町界隈に集中していた。第二次世界大戦による営業停止、東京大空襲の被害を乗り越え、花町は昭和24年、芸技278名、沖屋177件料亭、町合合わせて121件で復興された。しかし、高度経済成長期後は衰退し、 昭和52年の町名改正で町名としての、吉町が消滅、芸儀、料亭は減少し、2010年現在、料亭は、現治む天浜だけただ一件となり、芸儀16名となった。それでも、久松をはじめ少数の芸儀が、花町の伝統を守り伝える努力をしている。ABC 吉町、三都加害巡り、松川次郎町、東京加害、 生きなまち P88 ありがとうございます。